はい、えー、ご存知の方もいるかもしれませんけども、まあ、このね、えー、少年があるペーパーを手にして階段に座っています。何と書いてあるんでしょうか。私は目が見えませんと。どうか、あの、お恵みをくださいということでね、えー、この少年の前にはちょっと帽子が送られていて、そこに小銭を入れてくださいっていうふうなメッセージをここに書いてるんですよね。こんな感じです。で、それを見た通りがか,かりの頭のいいね、青年が、そこにですね、 自分のポケットにあるお金をチャラチャラチャラッと入れるんですよでそれだけではなくて紙を取ってその裏にねある文章を書くんですねでそれを少年の横に設置しましたそうするとどうでしょうか道行く人がどん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 お金を帽子に入れてあっという間にですね帽子がいっぱいになっちゃったんで少年驚くんですよ「わあどうしたんだこれは」ということでえそして 午後になってあのの懐かしい足音が聞聞こえてききたの少年は聞き分けますあ、朝来てくれたあの人だあの人は一体どういうふうなことを書いたんだろうかというふうに思って率直に聞くんですよそうするとそのお紳士青年はですねこういうふうに答えるんです。いやいや何同じことを別の文章で書いただけだけよっていうふうに言うんですよね。で横を見るとこう書いてあるんです。 今日日はとってもいい日ですねでも私はそれを見ることができませんはいこういうことですよねここで何が学べるかっていうとまあちょっとしたこうキャッチコピーによってお金が集まりだしたってことでもあるんですよもちろんこのエピソード自体ちょっとしたきっかけでこの少年がねどんなに不自由してるかってことを気づかせるのに重要なキーワードがその紙の裏に並んでいたってことになるんですけども やっぱりビジネスを考える上でどうやったら人の気持ちを変えることができるだろうかとか伝えたいメッセージは何だろうかって考えた時に確かにね書き方一つで同じ事実でも心に迫ってくるものと通り過ぎちゃうものとがあるわけなんですよこの少年が最初に何て書いてたか紙を戻ってみましょうかそれはですね私は目が見えませんとお恵みください助けてくださいって書いてあるんですよそうすると多くの人は通り過ぎてしまうんですけども 心に訴えかけるメッセージとして、いや、今日はいい日ですね、と。とっても天気がいいよね、と。でも私はそれを見ることができないんです、というふうな事実、同じ事実を伝えたところ、これは多くの人の心に迫ったということなんでしょうね。はい、参考になれば幸いです。